お久しぶりです。ガラクタやオルドです。というわけで、約1週間ほど動画投稿を休んでました。理由としては、まあ、先週の金曜日に買ったエロゲーがあまりにも面白すぎて、動画投稿をほったらかしにしてそのままゲームばっかりやってました。 正直、俺のような底辺ユーチューバーは、こんなゴミみたいな動画を作ってるより、ゲームに没頭してた方がいいと思うんで、動画というより YouTube なんかには復帰しない方が良かったんですけど、とりあえず復帰しようかという話です。え、こちらのゲームに関しては、サブチャンネルの方で紹介動画を作ってあるんで、まあそちら、あ、いや、見なくていいや。 えこんなゴミ動画を見るより正直公式サイトに飛んだ方がこの作品の魅力が伝わるんでえ公式サイトのリンクを説明欄に貼っておきますので是非公式サイトの方を見てくれればなと思いますえちなみに18禁の作品なんで高校生とかは見れないですね考えてみればこのチャンネル大学生以上の人見ないんだからこの作品紹介しちゃダメじゃね <laughs> あと一応動画投稿休んでた期間もいろいろとおもちゃ買ってたんでまあ一つずつ何を買ったかっていうのをまた別の動画で話していこうかと思います多分来月の8月28日以降も多分1週間ほど動画投稿をサボると思います理由としてはパープルソフトウェアから8月28日に発売される青春フラジャイルを購入してで1週間ほどかけてプレイするんで 多分これでまた動画投稿止まるんじゃないかなと俺は思っています。というわけでご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価とチャンネル登録をお願いします。